はい、こんばんは。今週もやってまいりました、沖田ヒロムのラムラムラジオ、今週は49回だっけ、あれ49回でよかったね。いやー、あっという間ね、あと来週で50回半分切りました。いやー、頑張りましたね、随分ね。まあでもこれなんかプライベートトーク番組ってことで、特にひねったことはやってません。適当に自分のね、その自分で喋って、で後半は弾き語りという設定でやってるんで、本当にね、自分のことを応援したいとか好きじゃない人は聞いてもつまんないのかなと思いますね。ただ、まあ、これからどんどんね、ちょっとね、回数を追うごとにちょっと、まあ、企画的なこともやっていきたいなと思いますね。まあ、以前僕が一回休んだ時に北の国からの五郎さんと純くんが来てくれて、まあ、ちょっとね、そういう、まあ、サプライズゲストみたいなこともあったりしね、まあ、あとたけしさんの応援メッセージとかね、そういうのもありましたけども、そういったことも含めてなんかもうちょっとね、変化のあるラムラムラジオを目指していこうかなと思ってますね。まあなんかこれいつも喋ってますけど、まあ、動画にしてもいいのかななんてそろそろ考えてます。まあ動画で紙芝居をやったりとかね、漫談みたいなことを、20分全部前編で漫談にしようかなとかね、いろいろ考えてますんで、まあもしね、これ聞いていただいている方で、こんなことをラジオでやったら面白いんじゃない、こんなことやってほしいとか、そういうのがあれば、遠慮なく、この YouTube にコメントしてください。まあ、YouTube にコメントちょっとあれかなっていう方は、アカウント持ってないとか、そういう何か理由がある方は、こう画面上にね、Twitter と Facebook のアカウントもね、載ってるんで、もしくは沖田プロモーションのホームページを見てもらうと、そこから Twitter にも飛べるし、Facebook にも飛べるし、まあいろんなところ、まあ LINE もやってるし、うん、いろんなところに飛べるんで、まあ沖プロのホームページ見た方が早いかな。うん、全部、ワンクリックでいけるんで、うん、まあもしね、興味のある方、YouTube のとこに、載ってるんで、ホームページ、それをクリックしていってください。で、今週はね、なんだろう、本当にね、すごく、今週とか先週からずっと雨だよね。台風の影響とかもあって、ずっと毎日毎日雨が続いて、まあ、結果的に豪雨で水害なんかがあってね、木戸川なんか決壊しちゃったりしてね、ですごく被害が遭われた方にすごくね、心からお見舞い申し上げますということで、ああいうね、なんかやっぱりね、逃げ遅れた人っていうのもいると思うのね。で俺まあ中にはね、警報があったのになんで逃げないんだっていう方、そういう批判メッセージの方もいらっしゃると思うんだけど、まあ逆にね、考えると俺なんかも仕事 してる時に仕事場の方でさ、警報鳴る時があるのね。でも、まあ、このくらいなら大したことないだろうという、なんか自分のね、安全に対してのなんかそういうね、常識というかね、レベルがね、違うわけだから、そういうのを昔から経験してる人は、あ、今やばいなってスーッと逃げられるわけなんだけど、そういうのをまだ経験したことない人っていうのはまだ大丈夫だろうという高をくくって行動するわけだから、結果的にこうそういう、まあ、被害に遭ってしまうということになるね。だそのなんていうのかな、その常識、まあ大人がね、やっぱりね、その、震災とかもそうだけど、震災になった人もそうなんだけど、やっぱりそういうことをね、どんどん、若い人に伝えていかないといけないんだなと思うのね。うん、だから本当にまあ、例えば今すごい重要な仕事を してて外に出れないっていう方もいると思うのね。でもね、やっぱ仕事と、身の安全どっちだったら、やっぱり身の安全なわけね。でもう外出たらもう川が決壊して身動き取れないなんていうね、で家が流されたりとかね、そうなってからでは遅いわけね。うん、だからまあ別にいやそれがね、被害に遭われた人が悪いとか、そう責めることじゃないんだけど、そういうことをやっぱり経験者がちゃんと教えて、引っ張っていかないといけない。これはやっぱり周りの人の責任でもあるわけね。うん。まあ分からないんだからね、しょうがないよね。その実感が分からない。どのレベルで逃げて、どのレベルで、収まるのかっていうね。例えばなんだろうね、これはまたちょっと関係ないんだけど、近所で悲鳴声が聞こえました、悲鳴が聞こえましたっていう時に、そこで通報するかしないかっていうのあるじゃん。で、まあ例えば俺なんかは、そういう経験がないから、まあ、よそで夫婦喧嘩なんかでしてるんだらすぐ終わるだろうなんていう感じで高く来るわけね。でも、その一方がなければ、助かった命があるかもしれないっていう瞬間もあるわけね。いや、そこをどう本当難しいところなんだけど、そこをどう判断するかっていうね、自分の考えだよね。うん。だからそういうのもあるから、うん。なんか判断しがたい部分はあるんだけど、やっぱり、今、
家族、なんていうかな、一家庭一家庭がね、孤立しちゃってね、近所との付き合いがなかなかね、持てないっていう、そういう時代なんだけどね、もうちょっとね、こう、近所とのね、コミュニケーションとか、まあ、お年寄りとかね、自分より特に目上の人とのコミュニケーションも、どんどんね、気づいて いけば、そういうコミュニケーションの中で、こういう場合は、逃げた方がいいんだよとかね、こういうのを、こういう時のために備蓄しておいたらいいんだよとか、そういうね、目上の人の知恵がもらえる考えとかね。だから、俺なんかの仕事から、ほとんど目上の人との付き合いだから、やっぱいろんな知恵をもらってね、助けてもらってる部分はあるのね。だからそういう部分で社会全体がね、一人一人の命を守るためにそのいろんな情報をね共有 しようというそういう風になれば、ちょっとね今回の、逃げ遅れた方っていうのがね、少しでも減らせたのかなと思うのね。それは我々の責任にもあるしね、やっぱりね、周りの人間がサポートできなかったってね、まあそれはね本当に、まあまだ死者は出てないのかな、まあ死者が出ないことを祈りたい、本当にね。で我々の方はそういう川の近く、僕の家の方はね、川が近くではないので特に被害はなかったんだけど、まあ本当に自分がねこういう平和な、ところに住んでいるってことは本当はありがたい、こういう環境がありがたいと思いたいね、本当にね。でそう、今週はねちょっと雨がついてずっと営業行きませんでした。もうあれだって自転車行動だもん。でなんだ、もうずぶ濡れでしょ。んで、カッパ着て営業行くわけにもいかないわけですよ。そら、お店に迷惑かかるんで、バサバサやったらね。で、もう行かなかったんだけど、昨日やっと晴れて、行ってきました。で、昨日はなんともついてない一日で、まず、営業に行こうとしたら、チャリがパンクして、で、ブレーキがね、ブレーキに自転車のブレーキの、なんつうの、線があるのね。タイヤにつながれてる。その線がぶち切れちゃって。で、もうなんとか営業先に行って、今度は俺がお客さんにブチ切れるというね、もう切れまくりの一日だったということでね。まあ決してね、切れるということはいいことではありません。しかし、人間には自分だ大切にしなきゃいけない財産、これ絶対主張も財産ですね。俺はこれで生きるんだという、そういう主張気持ちは確固たる財産であり、それをなんだろう、侵害されるということはやっぱり財産を傷つけられるということなんで、それは大いに抵抗し、でもただ暴力はいけない、ちゃんと自分の言葉できちっとね、抗議しなければならない。それは自分を守るため、自分の財産を守るためなんだね。だから俺は決してね、そのブチ切れ、まあ経緯が分からないと皆さんには伝えてないんだけど、まあ、つまり俺がよく行く、入間市のお店で歌ったんだけども、そこでよく会うおじいさんがいて、そのおじいさんよく俺が来るたび絡んでくるわけね。絡むっていうのは、すごくね、いろんなね、歌ってる間も、俺も喋ってる間も関係なくね、ずっとね、なんだ、誹謗中傷を繰り返すわけ。お前下手くそだ、お前なんか出ていけとかね。まあ、そういう類のことをずっと永遠と言ってるわけね。こんなしょうもないことしやがってみたいなね。くだらないとかね。で、やっぱネガティブな言葉を受ければ受けるほど、やっぱり周りもね、それに同調して、きっとそうなんだろうなってこれ、ね、周りまで浸透してしまうわけね。で、一番こうカチンときたのが、そういうアルバイトしている女の子がいて、居酒屋のね。で、その子も一緒に笑ってたってね。だから別に俺対そいつでね、怠慢で話すんだったらいいんだけど、そのなんでわざわざ周りの人を巻き込んで、そうやって人をね、陥れるようなことをするのかっていうことで俺は怒ったわけね。で、別にね、別に胸ぐらをつかんだり、暴言を吐いたりしたわけじゃないの。何を俺を伝えたかというと、つまり、俺の良さ、俺の生き方、俺の音楽を、逆にわからないあなたがおかしい。だから、そうやって誹謗中傷するのは簡単。酒飲みながらね、何のリスクもない。ただ、その時点で、あなたは俺に負けてるんだと。俺は汗かいて一生懸命歌って、まあ、下手なりに頑張ってやってる。で、じゃあ、どっちの側に立つんだと、汗かいて、ずっと、仕事や夢に向かって走っていくか、それともそういう人をバカにする側に立つか、あなたはどっちですかっていうことで、そういうことを訴えたわけね。で、俺は別にこれ間違ったと思ってないのね。なんかちょっとさっき言ったように自分の財産を守るという、ご主張とかね、自分の生き方とかね、格好たるね。それは別に今俺が歌が下手とか、そういうくだらないことをしてる、それは どうでもいいの。ただそういうことを思っても、言っていいことと悪いことっていうのは絶対あると思うのね。だから
それを言ったことによって、まあ俺なんかは、まあ、多少はないとも傷つくわけね。で、人を傷つけて得られるものってのは何なのかなっていうふうに考えてほしいね。もし人をね、それで批判して生きている方がもしいたら、そういうことを教えてあげてくださいね。何も得ることはない。人の批判は得ることはない。ただこの中で、その中でも一握りだけ俺のことを本当に、なんていうかな、愛してる、まだいかないけども。俺の後先のことを考えて厳しいことを言ってくれてる人がいるわけで、そういう人っていうのは素直に俺は頭を下げて聞けるわけね。でこの違いっていうのはね、悪意があるかないかっていうね、これはもう本当に 2,3 分も喋ってれば分かります。あ、こいつは俺のことを潰したいと思ってるんだな、はたまたこの人は俺のことを思って喋ってくれてるんだなっていうことでね。だから、そういう違いが最近分かってきた。だから昨日の客は明らかに、悪意があったから俺は抗議した。ただそれだけなんですね。だから別にいや殴ったりとかね、暴力的な言葉を使ったりとかじゃない、ちゃんと自分の伝えたいことを伝えた。うん。それだけなんですね。だから皆さんも本当に自分のプライドを持ってる仕事や、夢やそういうのに向かってる時に、やっぱり自分を守る術としてちゃんと言いたいこと、主張したいことは主張した方がいいのね。うん。これは若い人みんなに言いたい。大人になってもそう。うん。絶対守るべきものはある。ね。まあ、例えばこれちょっと発想は違うんだけど、自分の親兄弟を馬鹿にされたりとかね。そういうこともそう。やっぱり、それはいけないことなんだ。人を批判して何も得ることはないんだとね。自分がやられたらどうなんだということをよく考えなきゃいけないよね。まあ、それちょっと熱くなりますけどもね。さあ、じゃあちょっと話を変えましょう。ね。そんな感じで今日も頑張って営業していきたいと思います。今日は何があることやら、今日は切れないでね、穏やかに過ごそうかなと思ってますね。自転車は直さなきゃな、その前に。どうしよう、あれ、お金ないからな。まあいいや。で、最近なんかニュースを見てると、薬剤屋さんのね、山口組が分裂してるというニュースをよく聞きます。で、その分裂騒動を、ま、のニュースに対して、テリー伊藤さんという人がいるでしょ？あの人が発言してたのが、これオリンピックに影響するじゃないかと。まだ日本はそういう危険な国だと思われたくないっていうね。そういうふうに、言ってたのね。で、俺ちょっと違うなと思ったわけ。何が違うかっていうと、オリンピックがすべてではないわけね。で、オリンピックの予算を使いすぎなわけ。で、まあ、ちょっとすごい話が極端にそれるんだけど、オリンピックで金を使う、その何割減らして、ちょっと、なんだろう、こういう復興に当てらんないのかなっていうふうに思うわけね。震災の復興もそうだし、今回は水害で多大な損害を被った町ぐるみでね、県ぐるみかもしれないけど、そういう部分になんで当てらんないのかなっていう。ただ、なんだろう、まあ、確かにね、オリンピックでもしその構想が飛び火してね、なんか他の国から来た人に迷惑をかかってしまうっていうのはね、すごく、日本としてはすごい恥ずかしいことだしね、まあ、そういう未然に防ぐってことは大事だと思うね。ただエンブレムどうのこうのとかさ、競技場、何百億とかさ言ってるけどさ、なんかちょっと頑張るとこ違うんじゃないの、ジャパンっていう。なんかもうちょっとさ、原発問題とかさ、震災の まだまだ爪痕残ってる。いや、もうほとんどまだ復興とかさ、全然進んでないと思うんだよね、事実上ね。進んでるように見せかけてるけど全然進んでない。だからそういう部分にさ、まあ、むしろ福島でオリンピックやってもいいと思うんだよね、極端な話、復興を兼ねた。そしたらすごい日本はちょっと見方変わられると思うよ。わざわざ東京とかさ、もう出来上がった街でやんないでさ、福島でもう一からさ、もうやっていくみたいな競技場を作ってさ、そうすれば福島の活性化にもなるしさ、競技場でね、オリンピックだけじゃなくてね、そういう外部から来た人たちのね、試合とかもね、で、なんだろう、そういうイベントとかもやったりね、格闘技とかもね、そういうのやって福島にさ、もうちょっとお金を流さないとダメだよね。なんか東京も東京でさ、まあいろいろあると思うんだけどもね、うん、いやどうせやるんだったらさ、そういうメリットを増やさないとどうしようもないわけでしょ。で、東京の人が別に、メリットだったってさ、ただ単に今のところ東京は別にそんなにね、何不自由なくね、そういう原発問題があるわけじゃない、水害があるわけじゃない、で、震災でどっかすごく壊滅した街があるわけじゃない。そう考えたら、やっぱりお金もね、どんどん入ってくるわけですよ。税金でね、増税もしてね。今や戦争法案とかいろいろ騒がれてますけどもね。もうちょっとね、強きをくじき、弱きを助け、まあ、任侠の精神だけど、そういうなん
か心がね、ジャパン、日本にはね、なんかね、なくなっちゃったよね。なんか自分の利益のためにこう鼻息荒くして、なんかこう進んでいるような気がしてね、なんとなく俺はちょっと嫌だな。その福島なんか今頑張ってるからね、まあ特に郡山市、俺地元だけど、郡山市なんかも本当みんな一生懸命だってね、町を起こしてたのね、本当に復興のために、もう復興は永遠のテーマですからね。だって20年30年もうそれ以上住めない町だってあるわけね。そういう方々はずっと仮設住宅で暮らさなければならない。だからその方々の自立もね目指して、まあね、町を起こしとかね、そうよく頑張ってるなと思います。だから僕は福島がすごく好きになりました最近ね、でそのね、あのいわゆる山口組の話なんだけども、まあどうせだったらまあ福島で例えばオリンピックをやりましょう、2020年ね、もうそれでいいじゃん、もういいのいいの、もう税金そこ使ってさ、その収益を福島に、あの収益とかね、観光とかもさ、観光地誘致してさ、潤うわけね福島はね、ここでいいじゃん。でその何パーセントか東京に収めればいいわけね、うん、だからね。でそのじゃあ今、東京に作ってる競技場を何に使うかというと、これは簡単ですよ、山口組の構想に使えばいいとね。で例えば、行動会と、山県組だっけな、分かんないけど、を赤組と白組に、分けましてですね、で地元の人も応援しちゃうというね。で赤組はどこどこ町の商工会で、白組はどこどこ町の商工会とかね、なんかこうパレードが行われたりしてね、なんか花束贈呈みたいなね、で国歌斉唱で、もう両方日本だからもう両方手合わせてみんな寝てるみたいな感じだったでじゃあ、開催、第一種目射撃なんですね、みんなピストで撃ち合ったりしちゃったんでね。で後ろの応援団 の住民たちは流れ弾に当たると大変なんで、機動隊のね、盾を使って、流れ弾に当たんないようにみたいなことでやるわけね。で、第2種目、手榴弾なんですよ。みんな投げ合ったりして、ボッコボッコボコなんて、競技場もなんかちょっと半壊しちゃったりなんかしてね、そういうの使ったらいいと思うよ。うん。だって、そしたら、競技場だけで収まるんだから。うん。で、今度は、第3種目、利権争い。シャブの利権争いですね。こう、お互いに交渉し合うのね。この町は俺が、牛耳で、この町はお前にあげるみたいな、なんか、陣地を取り合うみたいなね。で、新宿の今、薬局は俺たちの組にやらせてくれみたいな。そこなんか和解しちゃったりなんかして、ね、さっきの手榴弾なりピストルなり何だったんだっていうことでね。もう、そこではもう、2020年の、ヤクザオリンピックなんてところね。これ楽しいんじゃないですか。だって、もうさっきも言ったけど、競技場でね、収まるんだから。そういう風にうまく利用しなければいけません。うん。まあ、彼らが同意するとは思わないけど。で、これは野放しに、そういうね、ルールなしに野放しにしちゃうと、だから住民がね、一般住民が被害に遭ったりするわけね。そういう歴史はいろいろあるでしょ？流れ弾に当たって亡くなったとかね。そういうことは絶対起こしてはいけない。だから警察も気が気ではありませんね、本当にね。もう、全員が全員把握してるわけではないでしょ？暴力団とかね。で、半グレなんかもいてね、半グレとの暴力団になるわけでもなく、グレン隊みたいな感じなのかな、そういうやからもいっぱいいます。で、中国マフィアもいっぱいいるでしょ、新宿にはね。だからね、一定のルールを作って、その、ルールの中で、その、まあ、競技場なら競技場の中で暴れてくれと。まあ、暴れる分にはもう俺関係ないから、我々は、みたいな。で、応援団なんかも来ちゃったりしてね、地元の住民でね。で、やっちゃえばいいわけですよ。で、町をね、町に野放ししないで、そういうルールの中でやってくださいと。別に、我々ヤクザにどうのこうの何かを求めるわけでもないし、で昔なんかはね、80年代、90年代っていうのは、まあ、バブル前後かな。一般住民の人がヤクザ屋さんを利用したのね、お金で雇って、例えば、取り立てをしてくださいとか、なんだろう、その脅してね、何か、なんか地上げとかなのかな、まあ、いろいろそういうヤクザビジネスがあったわけで、そういう一般市民がやっぱり利用してたことによって、まあそういうね、一般市民とのトラブルがいろいろあったわけね。今暴対法とかもできて、そういうこともだいぶ減ったと思うんだけど、みかじめ料なんか取ったら今大変ですからね。まあでも潜りでね払ってんだよね、みんなね。でそう、昔からの付き合いとかね、もう俺は、まあ、いろいろ知ってるけど、それここでは話せないけど、昔ながらの町の関係で、昔からの良好な関係と言ったらいいのかな。うん。まあ、友達付き合いみたいな感じで払ってるところはあります、実際にね。ただ、最近オープンしたお店とかは、
そういうことをバレたら大変ですから、やってないです。昔からのお店の皆さんは個人的な付き合いということでやってますけど、今新しいお店はやってません。だからね、本当に個人的な、そういったね、ことは控えた方がいいですよ、皆さんね。だから、そうね、そういうことで、なんだかめちゃくちゃな放送になりましたけどもね、山口組、本当ちょっとね、早く終わるといいねということでね、今日は豪雨、水害の話、営業の一コマと、山口組の話で、終わりましたが、で、これからちょっとね、歌を歌おう、ね、そうそうね、今日は、何を歌おうかなと思った時に、今日はオリジナル歌うね、今日ね。もうなんか最近もカバーばっかりでさ、もうなんかちゃんと自分の歌を伝えないとね、もっとね。まあ先週はまあアンジェリカすごくいい、俺的にいい曲だなと思ってね。今週はまあだいぶ前に一回だけ歌ったんだけど、ビーンズブルースっていうのがあって、これはどういうことかというとですね、まあ、沖田博夢の下ネタ三部作ということで、まあ、第一回はホンキートングマリーね。それは福島のラブホテルの名前をつなげて歌詞にした歌でね。これ前、先々週くらいかな、歌ったよね、確かね。で、第二部が麦の部位ね。これは今日、後で歌うのね。で、この三部がビーンズブルース。で、麦の部位の説明は、まあ、これ終わってからでしょうか。ビーンズブルースってのはどういうことかというと、ビーンズ豆ね。大体男の人が好きな豆。うん。これわかるよね、どういうことかですね。まあ、女性はもっと好きなんじゃないかということでね。どんどんね、豆しようよという、こういう歌ね。これをいかにポップに、さらりと歌うかということをね、俺よく考えましたけどもですね。大変ね、なんていうかな、ごまかしというか、まあ、一応アーティストですから、そのまま、豆っていうわけにはいかないので、豆というところの歌詞は、マーメイドというふうに歌ってますね。うん、そういうふうにね、僕は謎解きみたいな詞を作るのが好きで、なかなか詞もね、深い出来上がりになってますんで、これちょっとビーンズブルース聴いていただきましょう。ビーンズブルースね。ジャングルをまさぐり、ラテンの構図で星を吹く、女神か娼婦かスキャンダルラス、いけない余韻に浸る、ジャージーなムードに浸る、ピンクなシャドウに縁取られ、立ち上がれ今こそロケボーイ、あの子抱えすトレート、今ならソウルポップコーンをかじり、映画みたいな恋になりそうなベイシティブルース、マメイ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 、スポットライトはいつか君に捨ててしまおう、勢いに任せ、マメイ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 、この胸の熱いもの残り残さずぶちまげたい、アトミックな砂嵐、包み隠さず肌が揃うよ、ワイドな画面を叩く、お前のちぶさに首だけ、体中が欲しがってる、アンテナの感度最高、うつろな瞳のキャンディーポップ、そのままベッドへイザム、今ならそうアイスクリームほおばり、罪になりそうないけない指でベイシティロマン、マメイ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 、シュールな夜もミスキャストもカンパリの海に捨ててしまえ、マメイ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 、できるならこのままずっと震える指でいじり倒したい、マメイ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 、シュールな夜もミスキャストもカンパリの海に捨ててしまえ、マメイ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 。
ずっと震える指でいじり倒したい。というわけで、聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ね、すごくね、ポップな感じでね、なんかね、まあ、いつも言ってるんだけど、俺の詩っていうのは、愛してるとか好きだとか、そういうのを単刀直入に言わないで、こう、オブラートに包んで、もっともっと深く、なんで愛してるのか、誰を愛してるのか、どんな女を愛してるのか、その物語って言っちゃオーバーなんだけど、どん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 こう、なんていうのかな、掘り下げていくことによって、なんかすごく、あ、こういう表現もあったら自分で発見できるわけね。あ、こういう言い回しもあるのかっていうね。なので自分でやっててこう、楽しいんですね、詩を作るときとね。で、大体、まあずっとね、まあ、ほぼね、メロディーが先に浮かぶわけね。なんか、で、それに当てはまる、詩を作るわけなんだけども、それはまた楽しいよね。で、歌詞のイメージと歌のノリと、どういう風に合うかなとかね、韻を踏むとかね、そういうこともあるけどね。それを作ってて楽しいですね。これ、ビーンズブルース。これはね、まあ、どうしようかね、今回、ちょっと作ろうかなと思ってる、改めてね、曲を追加して CD にしようというね、以前作った4曲入りに、プラスして、入れようかな、入れないかって迷ってんだけども、どうなんだろうね。もし、入れたらいいんじゃないっていう方いたら、なんかこう、YouTube の、コメントをね、とにかくどんどん皆さんの声を聞かせていただきたい。こう YouTube にコメントしてくれた方が一番早いんだけども、うん。ぜひね、意見をいただきたい。で、さあ、今日ね、最後にお送りする曲は、麦の武器と言いまして、この麦というのは、握るということを麦と、表した曲でございます。まあ、何のことかわかるよね、もうね。ということで、今日は下ネタで終わるっていう何とも言えないけど、いいよね、こういう楽しい終わり方もね、たまにはね、うん。ちょっとね、まあ、今日はこれで終わりということなんだけども、これからね、ちょっと秋に向けて、まあ、肌寒くもないし、ちょっと来週も雨のような予報が出てます。皆さんね、本当に風邪をひかないように、ぜひともね、お過ごしくださいということで、じゃあ、今日はこれでおしまいということで、じゃあ、またね、麦の武器でお別れです。みんな愛してるよ。またね、バイバイ。ままの俺を抜いておくれよ。君のためならどこへでも飛んで行くよ。タンクは満タン、思いのまま君めがけて心躍る発車。 All right, 麦麦 I love you、yeah、握っておくれよ、yeah、飲みをしてくれ、真夜中の愛のリキュール。 Yeah, 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 この気持ち、 Yeah, 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 伝えたい、 Yeah, 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 誰かに、 Yeah, 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 伝えたい、 俺のサイズでいておくれよ。 いちもさちもいかない、いつもどうにもこうにも夜な夜な吹ける、間の声だけをためらわず、そばにそばにいてほしい。見つめ合うだけで何でも分かり合える、まで君のこと何でも知ってる。土曜の夜なら時計など気にせずに会える気持ち、それだけで熱い胸騒ぎ。麦麦アラビル、yeah、 言っておくれよ、yeah。
せておくれ、真夜中の熱いシェイクで、いやいやいや、この気持ち、いやいやいや、止まらない、いやいやいや、誰かに、いやいやいや、伝えたい、俺のサイズでいておくれよ、いやいやいや、この気持ち、いやいやいや、止まらない、いやいやいや、誰かに、伝えたい、ちょうどいい感じでいておくれよ、一も幸もいかない、いつもどうにもこうにもようなような吹ける、愛だよ、この夢をためらわずそばにいればいいな。Hurry!